こんにちは、メコス王国です。本日は漫画版ドラゴンボールスーパーについてです。漫画版は第103話にてスーパーヒーロー編が終了となり、救済を経て、第104話から新章がスタートすることになっています。救済期間については、海外の漫画プラスという公式サイトにて、5月21日から再開するという情報が掲載されていたようなのですが、現在は、その掲載文が削除されているとのことなので、結局のところ再開時期は不明となっています。グラノラ編からスーパーヒーロー編に移行した際は、3ヶ月間救済しましたが、今回はどのくらいになるでしょうか。できるだけ早い再開を望みたいですね。さて、いよいよ新章が始まることになるわけですが、次は一体どのような物語になるのでしょうか。今日は現時点で私が考える6つの新章候補についてお話ししたいと思います。1、フリーザとガチで戦う、または共闘するストーリー。まずは悟空たちとフリーザ軍が最終決戦を行う可能性です。スーパーヒーロー編が終了した現時点では、悟空、ベジータ、ゴハン、ブロリー、この4人の実力に大きな差はないように思われますが、フリーザに関しては、未だ悟空たちの一歩上を行っていると考えられています。10年間もの間、とある惑星の精神と時の部屋で修行したフリーザの実力は、たとえ孫悟飯ビーストでも、そう簡単には超えられないでしょうし、グラノラ編時点では、悟空とベジータ2人がかりでもフリーザには歯が立ちませんでしたから、ブラックフリーザの実力はもはや、ビルスにかなり近いのかもしれません。悟空たち4人でブラックフリーザと戦えば、現状でも倒せるのかもしれませんが、それでは仮に勝ったとしてもなんかずるい気もしますし、フリーザは劇場版ブロリーにて、仲間が欲しいなどと話していましたから、もしかしたら今後の漫画版で、超強い仲間を引っ提げて現れるかもしれず、いずれにせよ、4対1などという展開にはならないと私は予想しています。もし仲間が登場するならば、完全な新キャラ以外に考えられるのは、やはり兄であるクーラがまず候補に上がってくるでしょうか。悟空たちと、フリーザ兄弟による激しい最終決戦。このような新章が始まってもおかしくはないのかなとは思っています。あとはフリーザと戦わないで、共闘するという展開もあり得ます。フリーザはシリアル製で悟空とベジータを逃がしていますが、そのようにした真の理由は、あの時すでに、共通の敵になり得る存在を知っていたからかもしれません。ここで悟空とベジータを倒せば、近い将来自分が不利になるかもしれないと考えたフリーザは、悟空とベジータを利用するため、あえて逃がした。この可能性は決して低くはないと私は考えています。共通の敵を倒した後は、フリーザは用済みになった悟空を料理しようと思うかもしれませんが、個人的には、フリーザにはあまり死んでほしくないので、戦ったとしても、復活の F のような地獄行きではないパターンでお願いしたいですね。アンパンマンとバイキンマンのような関係がずっと続くのが一番良いのかもしれません。2、ジレンの宿敵である魔物との対決。ジレンは子供の頃、両親や師匠だったギッチンを魔物に殺害されていますが、その魔物は、大人になったジレンが倒したという話も一切ない状況なので、おそらく、今もどこかでのうのうと生きていると考えられています。力の大会でジレンは、スーパードラゴンボールでギッチンを生き返らせようと考えていましたが、第7宇宙に敗北したため願いは叶いませんでした。つまり、ジレンは魔物にやられっぱなしの状態で今に至るのです。ジレンは悟空たちと出会い、仲間の大切さや信頼などを学びました。なので、今度こそ信頼できる仲間を引き連れて、魔物に挑み、真実を明らかにする。それが今のジレンの最大の目標なのではないでしょうか。なぜ魔物は、ジレンの家族や仲間を襲ったのか。そしてなぜ魔物は、ジレンを殺さなかったのか。謎も多いので、ストーリー展開すれば結構面白くなりそうですし、海外ファン含め、これを待っている BB ファンも多いようですから、次の第104話から始めても全然 OK でしょう。3、ナメック人の謎に迫る。ナメック人は現在、第7宇宙および第6宇宙に住んでいる人間として知られていますが、グラノラ編にて、別の世界からこの宇宙に移り住んだ種族であることが判明しています。第7宇宙に移り住んだナメック人たちは、ナメック星だけではなく、様々な星に住み着いているとのことで、シリアル星にもかつては、モナイト以外にもナメック人がいたとされています。原作でも、ピッコロ、という言葉が、違う世界、という意味であることがわかっていますので、やはりナメック人だけの世界が、宇宙の外側に存在しているということなのでしょうね。しかし、なぜナメック人たちが第7宇宙や第6宇宙にやってきたのかは不明であり、いつ頃やってきたのか、なぜ第7宇宙と第6宇宙を移住先に選んだのかも不明となっています。
ナメック人は基本的に穏やかな種族ですから、そう簡単に故郷を捨てるとは思えませんし、やはり故郷にて異常気象が起きたり、強敵が現れたりして住めなくなったというのが最も考えやすいでしょうか。第7宇宙と第6宇宙には、スーパードラゴンボールが設置されており、これは新暦41年に、龍神ザラマによって生み出されたものであることが分かっていますので、もし、ザラマがナメック人たちのためにスーパードラゴンボールを設置したのであれば、ナメック人たちが移住してきたのも、新暦41年頃と予想することもできますが、そもそも新暦41年が具体的に何年前のことを指すのか不明となっているので、ナメック人関連は本当に謎が多い状況となっています。なので、新章で取り扱えばこちらもかなり面白いストーリーにすることも可能でしょうし、この作品のタイトルでもあるドラゴンボールの謎にも迫れるかもしれないので、個人的にもおすすめかなと思っています。4、宇宙一武道会。ドラゴンボールスーパーの世界には少なくとも現在、12個の宇宙があり、そのうちの4つの宇宙は人間レベルが高いことから、力の大会を免除されています。具体的には第1宇宙、第12宇宙、第5宇宙、第8宇宙が免除対象となっており、それらの宇宙に所属する人間の詳細は、ストーリー上では全く明かされていませんので、今後も様々な人間が登場し、悟空たちと激しいバトルを繰り広げる可能性があります。場合によっては、ブラックフリーザよりもさらに強い人間がいるかもしれませんし、全王が新たな大会を開催したいと言い出せば、全員それに従うほかないでしょう。個人的にも、やはりどんな人間がいるのかは気になるので、ぜひ開催してもらえたらなと思いますし、そろそろ第7宇宙以外の場所で物語を進めていくのもありなのではないかと考えています。余談ですが、一応 V ジャンプでは、第1宇宙には人間とは別に、精神だけの存在になった種族が住んでいると紹介されていたことがあります。この書き方だと、精神だけの存在になった種族は人間ではないのかもしれませんが、もともと人間だったという可能性は考えられるでしょうか。まあこれはアニメ版の裏設定的なものなのだろうと思いますが、もし鳥山先生がお考えになったものであるならば、今後漫画版でも採用される可能性はあるでしょう。5、6つの宇宙編。17号が力の大会で優勝した際、消えた宇宙をすべて元に戻す、という願いを叶えましたが、力の大会で消えた宇宙、とは言っていないことから、このタイミングで、何億年も前に消滅した6つの宇宙もすべて復活している可能性があります。よって現在は18個の宇宙が存在している状況とも考えられ、6つの宇宙の破壊神や天使はもちろん、悟空たちに匹敵する、あるいは上回るような人間も復活しているかもしれないのです。もし悟空がそのことを知ったならば、ちょっと行ってみるか、なんてことにもなるかもしれませんし、実際に行ったならば、第7宇宙代表メンバーは、それらの宇宙を復活させた恩人でもあるので、人々に歓迎されるかもしれませんよね。しかし、復活したのはいい人間だけではないでしょうから、悪い人間によって、悟空たちは事件に巻き込まれてしまう。そんなストーリーを新章に採用するのも良いかもしれませんね。6、第0宇宙編。最後は私の考えた第0宇宙編のストーリーをお話しして、本日の動画を終わりたいと思います。それではどうぞ。ある日、悟空は次の大会を開催してもらうため、ビルスに黙って、全王の宮殿を訪れた。しかし、なぜか全王の姿が全く見当たらなかったのである、二人ともだ。おい、全ちゃん、どこだ、オラが来たぞ。悟空が呼ぶが、全く返事がない。全ちゃんどこに行っちまったんだ？トイレでうんこでもしてんのか？こら、悟空貴様。あ、ビルス様、ウイスさん。悟空、またお前勝手に全王様のところに。バカは破壊しなきゃ治らないようだな。ごめん、ビルス様。でもオラ全ちゃんに用事があって。何が用事だ？どうせまた新しい大会を開いてもらおうと思ってきたんだろ。ははは、バレてたか。やっぱりか愚か者め。また宇宙を消すなんていうルールだったらどうするんだ。今度こそお前のせいで第7宇宙はおしまいになるかもしれんのだぞ。わかってるよ。でも全ちゃん、今日夢みてえなんだ。何？全王様がいないだと？おや、確かにおられませんね。大神官様もお月の者たちも、全員お留守のようですよ。こんなことは初めてだな。一体どういうことだ？どこ行っちまったんだ、全ちゃんたち。あ、どうした、悟空。そういえばオラ、全ちゃんボタン持ってたんだった。これを押せば来るんじゃねえか？ポチッとな。おい、来ないじゃないか、悟空。おかしいな、壊れてるんかな。
いいえ、特に壊れてはいないようです。壊れてないなら、なんで禅王様は来ないんだ？もしかして禅ちゃん、死んじゃったんじゃねえのか？アホか、禅王様が死ぬわけないだろ。しかも二人いるんだぞ、こんなことはありえん。でもこれは現実ですよ、ビルス様。禅王様が生存していると仮定して、かつ宮殿にもいない。ボタンを押しても来ないとなると、残る可能性は、たった一つだけ。ぬ、ウィス、お前、何か知っているのか？可能性の話ですが、おそらく禅王様は、大ゼロ宇宙に行かれたのでしょう。大ゼロ宇宙？何？大ゼロ宇宙だと？聞いたことないぞ、そんな宇宙は。ええ、ビルス様や悟空さんには話したことがありませんからね。おいウィス、大ゼロ宇宙なんて本当にあるのか？あるなら今まで僕に、なんで黙ってた？申し訳ありません。大ゼロ宇宙に関してお話しするのは天使の取り決めでタブーとされていまして、この世界では基本的に、我々天使しか知らないはずの宇宙なんですよ。なんでタブーなんだ？他の宇宙と何か違うんか？こんな状況なのでもうお話しするしかないと思いますが、大ゼロ宇宙は、たとえ禅王様でも消滅させることができない宇宙なのです。何？大ゼロ宇宙内では、禅王様の消滅が無効化されてしまうのです。つまり、禅王様にとっては唯一の天敵のような宇宙なんですよ。まさか本当に、そんな宇宙が存在しているというのか。はい、事実です。加えて大ゼロ宇宙は瞬間移動もできない特殊な空間になっていますから。もしそこに禅王様がいれば、ボタンを押してもこちらにはやって来られないはずです。待てよ。禅ちゃんは大ゼロ宇宙のことを知らねえんだろ？じゃあ禅ちゃんは誰かに連れて行かれたってことじゃねえんか？ええ、私も今はそう考えています。もし知っていたとしても、わざわざ禅王様が天敵のような宇宙に自ら足を運ぶとはとても思えませんからね。つまりだ。ウィス、禅王様を連れて行ったのは、大神官様なんじゃないのか。それはまだわかりませんが、今この場にいないことを考えると、確かにその可能性はありますね。一体何がどうなっているんだ。意味がわからんぞ。とりあえず、我々も大ゼロ宇宙に行ってみないことには何もわかりませんね。大ゼロ宇宙にはどうやって行くんだ？大ゼロ宇宙は、天使の星にあるワープゾーンから行けます。悟空さんも行きますか？もちろんだ。禅ちゃんに会って大会の開催をお願いしてしな。貴様悟空、まだそんなことを言っているのか。大会は絶対に開催させんからな。突如姿を消した禅王と大神官、そして付き人たち。その理由は一体何だというのか。悟空はベジータとブロリーたちにもこのことを話し、ビルス、ウィスと共に大ゼロ宇宙へ向かうのであった。果たして禅王は無事なのだろうか。この後、とんでもない事実が悟空たちを待ち受けているのであった。